自宅療養中の横川元大義士横川元大義士襲撃事件とは1952年8月7日に埼玉県引き軍大河村で発生したテロ事件1952年8月7日日本共産党の独立遊撃隊13人が元大義士で武蔵野銀行取締役の横川茂嗣宅を襲った横川茂嗣本人に世直し状なる 脅迫状を突きつけて、体中を切りつけて、重傷を負わせた。また別の一団が家政婦や横川の次男を縛って、金目のものを探したが、肝心の金庫が開かず、そのまま逃走した。その後の捜査で、犯行に至る経緯を記した手記や文書が発見され、日本共産党の計画的犯行であることが、判明した。犯人の一人は、横川は、元大義士で、 広大の山林を所有している、封建地主であり、人民の敵であるから殺して金を奪い、その金は日教の活動資金にする予定であったと供述した。第一審の浦和地裁では、検察側が遊撃隊長に無期懲役、被告全員に有罪を求刑した。判決では、隊長に懲役20年など、執行猶予がついた一部の判決を除き大半の、 被告が実刑となった。また、裁判の判決で、この事件が、日本共産党関係の暴力的活動であった、ことと、28年4月革命説実現のための資金、集め目的の強盗であったことを認定している。なお、控訴審の東京高裁では隊長に、懲役15年などの減刑判決が下り、最高裁の棄却により確定した。一方、 デッチ上げ観光委員会による、デッチ上げ横川事件の真相では、冤罪が主張されている。朝日新聞1952年8月22日、東京、長官3ページ、防議に13名参加襲撃前には、予備訓練横川元時間襲撃事件、朝日新聞1952年8月8日、東京、夕刊2ページ、 横川元大義士刺さる三青年畑市場突きつけ横川元時間襲撃事件。朝日新聞1952年8月16日。東京。夕刊3ページ。日教テロに有力資料捜査当局者。断数日中心展開横川元時間。襲撃事件。朝日新聞1952年8月17日。東京。 朝刊3ページ、襲撃の秘密文書発見日強工作と、当局確認横川元時間襲撃事件、朝日新聞1953年5月27日、東京、朝刊5ページ、西部遊撃隊長は、無期全員に、有罪の休憩横川事件、朝日新聞1953年7月18日、東京、夕刊3ページ、 主犯に20年横川事件旧被告に判決、横川事件。朝日新聞1953年7月21日、東京、有刊3ページ、天候の被告に、懲役8年もう一人は11年の判決、横川事件。朝日新聞1953年8月7日、東京、有刊3ページ、火炎瓶に、 無罪横川事件の日教党員に判決判決。ハットエビー朝日新聞1955年4月2日。東京、有刊3ページ。旧被告に減刑判決横川事件。原判決を破棄判決。朝日新聞1957年1月22日。東京、有刊7ページ。最高裁。上告を棄却横川事件旧被告の有罪確定。 判決、朝日新聞1957年2月7日、東京、有刊3ページ、最高裁で、上国棄却の言い渡し横川事件判決、朝日新聞1957年8月1日、東京、有刊3ページ、横川事件の被告、判決確定懲役7年判決。ありがとうございます。